ちは、グリーンギャラリーガーデンズの土屋です。いつも YouTube ご覧になっている皆さん、ありがとうございます。今日はですね、リースの作り方、初心者でも簡単にできるリースの作り方をやろうと思います。それでは始めます、はい、今日はこういう苗を選んでみました。花嫁さんのブーケ、ブーケ、あー素敵、とても綺麗な白と黄緑色っていうのかしらね、はい、なんか何色っていうのか、この組み合わせが涼しげだし、これからの季節とてもいいと思います。はい、大体ですね、そしてこのリース型が大中小ってあるんですよね、はい、確かこれ中です。それ中、中です。中だいたい33か35ぐらい、この直径が、直径がこのくらいだとだいたい10から12、3の苗でできます。今回リースは初めてですよね、はい、YouTube では、はい、楽しみです。よろしくお願いします、はい、容器にはこういうあのなんかスリブックがついてるので、はい、まあ、ここを一番上というふうに考えて、ちょっとこう、こう、こんな感じかな。なるほど。こういうふうに植えていきます、はい。で、ここが一番上なので、一番上のこの真ん中は一番可愛い子を植えます、はい。で、この中で一番可愛くて品があってみたいなのは、八重のペチュニア。八重のペチュニア。すごく品があって綺麗なので、はい、まあ、この子主役ですね、はい。まずこの子。3つ植えていきます。3つ苗は3つずつあると大体うまくなってます。3つずつ、はい、ここに三角形にこう植えていくんですね。で、はい、次また三角形に植えていく、三角形に植えていくっていうと綺麗な丸い形に出来上がるんです。はいはい。で、4つだととか2つだとなぜいけないかっていうと、4つだと四角くできちゃう。はい、4つだとこう何て言うんですか、そこに視点が集まるじゃないですか。4つ、はい、こういう1、2、例えば1、2、3、4となると、なんか四角い印象になるんです。3つだとあのちょうどなんか丸い印象になるっていうんですよね。不思議。だから大体苗はリースを作る時の苗の数っていうのは3の倍数集めるとうまくいきます。偶数はあんまり望ましくない。偶数だとなんかちょっと今一つ。長年作っててあんまりうまくできないなって感じはあります。経験と感覚から、はい、はい、でまずペチュニアですね、はい、八重のペチュニア、今日は八重のペチュニアと一重のペチュニア2つ使います。でまず八重のペチュニア3つをこの三角形1、2、三角形に正三角形の1に植えていきます。はい、肩の茎を落として足元の方を取って風通してね、ペチュニアは足元が濡れやすいので、はい、何枚かやっぱり葉っぱを取ってあげた方がいいですね。こうやって足元きれいにして、はい、寄せ植え同様ですね。そうですね。それでこうやって出すとここちょっと回っているという状態ですね。根が太くなって、はいはい、で足スカートの裾を広げるようにこんな感じですね。はい、はい、こうして忘れてました。まずここに1センチぐらい、深さ1センチぐらい土を入れます。すみません、僕があれこれ質問しちゃったから。元肥、元肥入れて、はい、よくかき混ぜます。はい、ここにだいたい深さ1センチぐらい、こういうなんか小さい寄せ植えとか細いところになんか物を植えようっていう時に土を入れるときは、はい、すごく植えるとこう土入れる場所も狭くなるじゃないですか、はい、だからこういう細めのこの土入れ、はいはいはい、太い、ここ直径大きいやつ、いつもより細いですね、はい、細いですが便利です。うん、今日の売り場で一番可愛いと思った。あ、なるほど、はい、この組み合わせをリースにしたら一番可愛いかなと思ってあ、いい植物が揃ってますね、はい、グリーンギャラリーガーデンズこうできてます。はい、でこれを一番上ですね、ここは、はい、ここに入れていきます。でこうやって入れようと思っても入らないです。確かに細いです、うん、5センチぐらいしかないですね。どうするんですか。こ
と細くするんです。ペタペタペタってペコ細く。あら単純明快。はい。少しギュッとするためですよね。乳酸をかけない程度に細くしてある。そうすると入りやすい。そうして根鉢の高さをこのリングの一番上の位置と合わせるとですね。なるほど。多分肩がこう上がってる状態になったりします、土のね、はい、でそれをちょっと押しとくだけで押さえてあげて取るようにして、そうすると伸びます。で次もう一つで、はい、そうして正三角形にしてね、今こう植えます。あ、先に同じ種類のをこう植えちゃう。3つ先に植えるんだ。ここを徐々にこうやって植えていくのもいいんですけど、はい、後で足りなくなったりとか場所がちょっとずれてたりする場合があるんですよ、ね、なるほど。なんかこの三角形が不等辺三角形になっていたりとか、はい、スタートしました。でこれを植えます。はい、これモンローウォークですね。これはこっちとどう違う、こっちと違うかというと、こちらは一重です。一重でかつ少しこの辺は黄緑がかっていて、中心がちょっと黒い、中心が黒い、はい、ちょっとなんとなく黒いですよね。そうですね。そうするとなんかこの違いがまた良かったりします。あ、やっぱ違いますね。この頃の時にはベタベタしなむのが多くなってきてますし、雨にも強くなる、うん、なのでもうペチュニアはいやとか思わずに、新しいペチュニアにちょっとチャレンジしてみるっていうのもいいと思いますね。これペチュニアの生産者さん大喜びですね。これ聞いたらいいペチュニアいっぱい出てきてますね。あ、本当ですか。はい、だから園芸店に足を運んで、はい、ペチュニアの前は素通りではなくて、また新しくまたペチュニア始めてみようかなみたいにしていただくといいかなと思います。はい、はい、できました。もう一つなんか今度先生がこの植物を選んでるところから見てみたいですね。それ秘密なの？秘密？結構ね、選んでる時ね真剣です。選んでる時は真剣だし楽しいっていうのもあって、私はこう選んでいて、あ、この組み合わせすごい素敵と思うと、もう嬉しくてしょうがない。これは早く救いたくしよう。作ってる時から丸くなるように意識した方がいいんですよね。ちょっとなんか楕円な感じになってますよね。ちょっと、ここへこんでる感じ。なるほど。はいはい。ちょっとあんまりもう動かせなくなっちゃったので、うん、ここにちょっとここが隠れるようなものを植えればいいわけですよ。なるほど。例えば、まあ、ここに次これここを植えますよね。肩の付けを落として細くしてますね。はい、はい、またペタンです、ね。はい、この間ほら空いてますから、はい、ここに入れます。空いてますね。今回ついつい見とれてカメラワークがちょっと下手くそでごめんなさい。僕が悪いです。そして丸くなる。うん。なんかこれも入れたい。まずこれ入れますね。何ですかそれ？これリリオペって言ってヤブランの、ね。ヤブラン？ヤブランとか。ヤブラン。そんななんか素敵なヤブランですね、うん、かわいい。普通のヤブランって言うとなんかもっと和っぽい、和っぽくて深めなところに地味に、うん、地味に植えてあるみたいな感じですけど、うん、このヤブランはとても綺麗です。とても綺麗、本当ここにこう入ったらもう一人です。これも振るわけ。あ、ほら早っ、簡単にできました。あ、さっきから武器してた。なんだ。早いでしょ。だんだん先生も YouTube 慣れして。徐々に。さっきがこういう風になってるんですよ。はいはいはい。繋がってるの。
なるほど。でももともとやりやすそうですね。そうそうそう。でもね、やりやすくないのもね、さっきやってみたらあったんですけど。あった。なのでさっきのはやってみたらうまくきそうだと先にやっといた。ここに少しだけハサミで切れ込みをちょっとだけ入れといて、はい、でパリッとやると。で、うん、こういう風になっちゃった場合は、はい、ここに、計算円白度っていうミリオン計算円白度をここに塗るといいです、うん、人間で言えば何だろう、なんかシュッシュってやるやつあるじゃないですか、ね、傷口に、ね、そう、傷口に塗るやつ、うん、それを塗ってあげるとここが腐りにくくなる、うん、なる、はい、今日ちょっと今用意してなかったんでこのままやっちゃいますけど、はい、こういう風にやると方が、腐りにくい、なあよし、はい、で今こうしたから、まあ、2つだけでもいいんですけど、うん、もう1個この間に、こんな感じ、中から飛び出てるような感じ、なったっていう感じになってで丸い感じになりましたかしら、はいはいはい、こうやってみたときにここちょっと飛び出てるから、はい、こう切ったりする、取ったり、あ、取っちゃうんですね、取って、取って丸くする、確かに丸くなった、でいつも手入れのときは丸くするように切ったりする、余分な部分、例えばこのペチュニアとこっちの八重のペチュニアと一重のペチュニアは成長の速度が多分違うんですよ、なるほど、同じペチュニアだけど、はい、なのでこっちだけが大きくなるとかこっちだけが大きくなるとかありますから、はい、いつもリースの場合は、切ってあげて形を整えてあげる、はい、そうです、多分これをふっくらしてきてドーナツがふっくら大きいドーナツにはなるんですけども、はい、やっぱりいつもドーナツ型であるっていうのがやっぱりリースかなっていう、はい、はい、もう大体いいですね、ここで、いやすごいですね、これで11ポット、これが3つ、八重が3つ、これが3つ、うん、これが2つ、ね、そうですね、はい、11ポットでできました、うん、でこれからこの間に土を入れて、でそういう時にやっぱりこれ細いのがなりますね、こういう風に間に丁寧に足元に見えるんですね、こうやって足元にここまだ土が入りますよね、入りますね、ここに目が見えなくなるようにしっかりと土を入れてね、指でこうやってもいいし、なんか寄せ植えの土を入れる時よりちょっと難しそう、はい、狭そうですね、狭い感じはありますね、うん、ちょっとね、こうやってこう指でこんな感じ、これでやってもいいんですけれども、出た土屋棒、はい、これよりはなんか手の方が指の方がどのくらい入ってるかはよくわかるし、うん、この奥の方にも入ってるか入ってないかはよくわかるので、うんうん、リースの場合は、はい、リースの場合は指でこう感触でやっていただくといいかなっていう気がします、うん、寄せは深いですからね、そうですね、はい、そうそうそう、先の方までね、うん、下の方までやらなきゃいけない、土がしっかり入った状態で丸く大体、はい、ああ綺麗、素敵ですね、はい、でそれから今度は水ごけです、はい、水ごけは何のためにやるかっていうと、でこんな感じです、今これは水に浸して30分くらい、はい、30分置いた状態、ふっくらふんわりしてきた状態、こんな感じです、なんかバケツかなんかに入れておく感じ、そうそうです、水に浸しておくといいです、水を含ませておいて、このくらい取ったらこう細い紐状にしていただいて、足元ぐるっと入れてちょっと押し付けるような感じでこう周りぐるっと入れていきます、これは何のために、乾燥を防ぐっていうことと、土が流れ出ないようにするため、はい、うんうんうん、ああ、ね、なるほど、はい、水やりのタイミングもよくわかります、これだと乾燥してくると白っぽくなってカサカサしてきますので、その時はもう水やりのタイミングですので、うん、しっかりと水やりしてください、水やりは水ごけのところにしか花の上から水をかけない、はい、特にペチュニア水嫌いですから、はい、水を上からかけないで足の元からかけるっていうのがやっぱりね、なるほど、下の方ここで足
しもくね、やっていきます。例えばこういう台が売られていますので、これをかけたら、ね、あー素敵、はい、なるほど、こういうの台売ってますので、そうすると水やりの時も面倒じゃないですよ、ちょっと下ろせばいいだけなので、水やりするときはそこから下ろして、この状態にして足元に水をかけてください。ハンギングバスケットとリースは女優って呼んでるんですよ。女優女優です。だから化粧崩れさせてはいけない30分に1回化粧直しみたいな感じで、朝に夕に様子を見てあげて、いつも手入れきっちりしてあげてないと可愛い状態をキープできない。なんかでも、まあ、寄せ植えもねもちろんすごいんですけど、リースもやっぱりこう、はい、迫力というかこうすごいですもんね、はい、インパクトありますよね、うん、やっぱりね、まあその裏にはそういった苦労もあると。そうそうそう、うん、朝によく見てあげる、うん、そうだね、大丈夫でました。うん、あ素敵、はい、先ほど言いましたように足元に水をしっかりかけてください。はい、それから朝によく様子を見てあげて、水やり、花柄摘み、それから形が乱れたら切り戻す、切り戻す、はい、うん、ってことをやっていただくと長く長く長く楽しむことができます。はい、ぜひ皆さん作ってみてください、はい、そしてグリーンギャラリーガーデンズのこの YouTube チャンネルも登録どうぞお願いいたします、はい、ありがとうございます。